それでは記者会見を始めます。私から2点申し上げます。第一点は先ほど終わった代表選です。結果は少し差がつきましたけれども、党員サポーターは票数でいうと6-4、地方議員も6-4、菅さん6に小沢さん4ということでありました。動員サポーターの方は選挙区ごとに小選挙区ごとに300それぞれ集計をいたしますので、比例でいうと6-4だけれども、そういった小選挙区ごとの対応集計をする結果として、かなり大きな差になったということであります。議員票は、わずかに菅さんが上回ったということで、非常に議員票は接戦であったというふうに思います。菅さんを応援した立場から言いますと、議員票がかろうじて上回ったことは本当に良かったというふうに思いますが、いずれにしてもこの選挙、まずは私はやってよかったというふうに思います。いろんな時にはやや激しい議論もありましたけれども、2人の候補者がさまざまなメディアを通じてお互い議論する姿というものを国民に見ていただいた、そういう議論の中で深まったものもありましたし、私はそういう、なんて言いますか、党首選挙を通じて民主党の政策も深まり、そして国民の理解も増したというふうに考えております。大事なことはこれからでありまして、しっかりと、もう選挙は終わりましたので、全員野球で協力をして、我々政権政党としての責任を果たしていくということだと思います。ここで何かこう揉めるとかごたごたするということであれば、それは国民の皆さんから今度は民主党がノーを突きつけられるということだと思っております。そのために私も及ばずながら党が一丸となってやっていけるように努力をしたいというふうに考えております。それからもう一点は、例の尖閣諸島周辺領域での中国漁船と我が国巡視船との接触事案でありますが、中国側からはいろいろなですね、要人が来なくなったり、あるいは予定されていた交渉が流れたりということが続いておりますが、この事案は事案として、その他の問題というのは直接関係ありませんから、冷静に対応していくということが重要であると思いますし、外務省としてはそういう考え方に基づいて対応しているところであります。ただ一点非常に残念なことはですね、その前提となる事実の認識において基本的な違いがあるということであります。言うまでもなく日本側は中国側はですね、我が方の海上保安庁の巡視船が中国漁船に追突したと、こういうふうに報じているわけであります。これは事実に反するということをはっきりと申し上げておきたいと思います。これは現時点では公開できませんが、私もビデオを見ましたが、ビデオによっても明らかでありますし、ビデオを見るまでもなくですね、海保の巡視船についた傷を見れば、一つは船尾近くに、もう一つは横っ腹にその傷があるわけで、追突するというのはこれ先頭から追突する以外にちょっと考えられないと思うんですが、もし追突したのであればですね、船首に海保のですね、が追突したということであれば、巡視船の船首に傷があるはずであります。横にあったり後ろにあったりするというのは、それは海保の巡視船が中国漁船に追突したという、そういう議論が全く事実に基づいていないということを示すものだと
まあ、これは誰が見てもそうだと思いますが、というふうに考えております。まあ、そういう、まあ、事実関係をまずしっかりとですね、明らかにして、その上でですね、まあ、議論がなされませんと、まあ、おそらく中国の国民の皆さんの中には、その中国側の発表を前提にして、まあ、いろんな議論をされているというふうに思いますので、それは違うということを申し上げておきたいと思います。まあ、この点についてはぜひ日本のメディアからもですね、もちろん日本でなくてもいいんですが、さまざまなメディアからもですね、我々日本政府はその巡視船が中国漁船に追突したというふうには考えていないということを伝えていただければ、いろいろな誤解が解けるのではないかと、まあ、そういうふうに考えているところでございます。私から以上です。ではご質問ある方どうぞ。はい、野口さん。はい、日本テレビの野口です。代表選のことでお伺いしますが、先ほど大臣は議員票がわずかに菅さんが上回ったことは良かったというふうにおっしゃいましたけれども、まあ、菅さんを応援したものとして、ね、その、まあ、理由といいますか、もし下回っていたらどういった良くないことが想定されたのかということを教えていただきたいんですけれども、まあ、もちろん最終的な決着は全体の得点で決まるわけですけれども、まあ、しかし、まあ、議員、国会議員というのは1人2ポイント与えられているようにですね、まあ、重要な位置づけをされているわけで、せっかく全体では上回ったとしてもですね、議員票で、下回るということになると、まあ、やはり、それだけ、まあ、力がそがれるということは言えると思います。まあ、いずれにしても、まあ、今回先ほどちょっと言うのを忘れたんですが、まあ、選挙をやって、そして、まあ、党員サポーターも含めて地方議員の方にも入っていただいて、まあ、選ばれたということですから、まあ、私は菅総理が国会議員だけで選んだ前回と比べてより正当性を持ってですね、力強く、まあ、リーダーシップを発揮できる、まあ、そういう基盤ができたというふうに考えております。で関連してご質問になる方。はい、中山さん。すみません、代表選通じての、すみません、社名を、琉球新報の中山です。代表選を通じての議論の中で普天間に対する見解も小沢さんと菅さんで若干の違いが見られたと思うんですけども、まあ、小沢さんはそのこのままではなかなか合意の実行が難しいんじゃないかというふうな見解を示されたこともありましたが、まあ、改めて菅さんが選ばれたという結果を受けて今後どういうふうに進めていくのか、党の中にはいろいろな考え方があるということが明らかになったという印象も持っているんですけれども、まあ、率直に申し上げてこの代表選挙の中で普天間の問題が大きな争点になったかというと、まあ、それは事実はそうではなかったというふうに思います。もしどちらか一方が県外国外と明確に言っていれば、まあ、それは争点になったということだと思いますが、まあ、小沢さんの、まあ、言い方も県外とか国外とか言ったわけではありませんし、日米合意についてもそれを否定したわけではありません。まあ、そういう意味ではですね、ほとんど同じ基盤、共通基盤の上に立っていたと。まあ、菅さんもですね、これは沖縄の理解がなければ前に進まないということは、そういう趣旨のことは言っておられたと思いますので、ほとんど違いはなかったというふうに思います。まあ、いずれにしても県外国外とどちらかが言われたわけではありませんので、まあ、かなりの部分、うん、共通の認識に立って、議論されていたと、普天間の問題はですね、まあ、そういうふうに考えております。まあ、それが沖縄の皆さんから見て理解できたかどうかということは、これまた別の話でありますが、客観的に言えばそういうことだと私は思います。関連したご質問になる方。はい、西田さん。すいません、毎日新聞の西田と申します。代表選の後のことなんですけども、事前にその菅さんが勝っても小沢さんが勝ってもどちらが勝ってもその挙党体制を組むというふうに両方おっしゃってるんですが、そこでその挙党体制というのをどう築くかということで、その何らか人事でですね、そういったことをする必要があるというふうに大臣はお考えでしょうか。
まあ、挙党体制をどう築くかということはまさしく当選をされた菅さんが基本的にお決めになることであります。もちろんのアドバイスは周りであると思いますけれども、基本的には菅さんが決めること、特にまあ人事ということになれば、まあ、これは総理、まあ、政府であれば総理、党であれば代表の専権事項でありますので、まあ、私が何かコメントをするということは控えるべきだと思います。関連したご質問のある方、はい、斉田さん。西日本新聞の斉田です。改めてですけども、そのこの代表選で、まあ、菅さんがこういう結果で勝ったということですが、勝因もしくは小沢さんの敗因、そこら辺はどういうふうに分析されますか？まあ、それはそれぞれの人がそういういろんな思いを持って投票していることですので、簡単に総括するのは難しいんですが、まあ、やはり菅さんが少し前にですね、選ばれたと、まあ、鳩山さん、鳩山総理、そして小沢幹事長が、まあ、責任を取る形で、お辞めになって、そして菅総理が選ばれたと、まあ、それからまだわずかの期間しか経っていない、まあ、本領発揮はこれからだというふうに期待された方が多かったんじゃないかと、まあ、そういうふうに思っています。関連したご質問のある方、では他のご質問のある方、安住さん。フリーランスの安住です。尖閣諸島の漁船の問題についてお伺いいたします。先ほど大臣はですね、残念なことに前提となる事実の認識として違いがあるということで、中国側が巡視船が追突したというふうに認識していると、それが事実では日本において、日本の認識とは違うというふうにおっしゃいましたが、むしろ我が国の領域に対して、中国漁船が違法行為を行ったというのが日本の認識である、中国漁船がですね、日本の領域で違法行為を行ったということが行ったかどうかというところが、事実の認識の違いではないかなと思うんですけども、その点についてどうでしょうか？まあ、今回まあ、船長が逮捕されていますけれども、まあ、その理由は公務執行妨害です。ですから どちらが、まあ、我々の主張は公務執行が中国漁船によって妨害されたというふうに考えて、これを立件しようということですから、それが事実関係です。じゃあ引き続き安住さん。フリーランスの安住です。それでは、今回の、漁船のトロール漁船のですね、事件については、中国のトロール漁船は日本の領域を犯していないというふうにお考えなんですか？いや、そういうことを言うつもりは全くありません。ただ今回問題になっていることは、つまり船長がその身柄をですね、拘束されて、ということは、その理由は今申し上げたことであるということです。ちょっと先ほど正確さを書いたかもしれませんが、まあ、中国側の発表と申し上げましたが、これは政府ということではなくて、中国の報道ですね、報道が我が方巡視船が中国漁船に追突したということですね。中国側の報道と私申し上げたつもりではありますけれども。じゃあ引き続き安住さん。すみません、フリーランスの安住です。そうしたら中国の方はですね、日本大使をですね、4度にわたって、呼び出しをしたということなんですが、4度にわたって今回の件について呼び出しをして抗議したということなんですけれども、これは中国政府からの抗議ということではないんでしょうか？まず4回とも呼び出されたというのは多分事実ではなくてですね、正確には私は覚えておりませんが、大使から抗議に行ったという場面もあったと思います。
ただし、ヨウ・ケッチ外相、それから太平国氏からですね、呼び出されたのは事実であります。その前は確か、むしろ外相、大使の方から、今回のこの事案に関してですね、抗議に行ったということだと思います。1回3回なのか2回2回なのかちょっと自信ありませんが、まあ、いずれにしても全部が向こうから呼ばれていったということでは必ずしもありません。で関連ですね、はい、引き続きじゃあ安住さん。フリーランスの安住です。報道によりましたら、大使は最初に2回呼び出しが2日続けてあって、それで最後にですね午前0時に呼び出しがあったというふうに報道ではありました。でこれは、かなり、大きなことだというふうに私は認識してるんですけども、大使の呼び出しがあったということは認識してるんですが、対して日本国政府の方はですね、3時間を呼び出したぐらいで、あとは電話で、抗議をされたと。で国のその抗議の仕方のバランスとしてはですね、こちらは日本国政府としては要するに侵害された方なのだから、もう少し強く言ってもいいんじゃないかと思うんですけども、バランスが欠いてるんじゃないかということが1点とですね、中国はこの件についてですね、随分この大きく問題を大きくして、それで、国際世論を喚起しようとしているのではないかというような、そういう見方もできると思うんですけども、日本がこれについてですね、大臣はですね、冷静に対処したいというふうにおっしゃっておりますけども、これが日本が黙っているということはですね、国際世論に対してどういうふうに大臣は配慮されているわけなんでしょうか。日本は黙っているわけではありません。船長に対して、これを拘束したわけですし、それから先ほど申し上げたようにですね、中国で報じられているその追突ということの、その意味が事実と違うということも申し上げているわけです。あとは皆さんがどれぐらい報じられるかということにもよるんじゃないかと思います。先ほど言いましたように4回とも呼ばれていったということでは私ないというふうに思うんですが、1回3回なのか2回2回なのかちょっと承知しておりません。大使が呼ばれたのだから日本も呼んだらいいじゃないかと、そういうお声もあるかと思います。しかし私は別にそうしなくてもですね、こちらとしては法に基づいて粛々と進めておりますので、それで十分ではないかというふうに考えております。引き続き関連したご質問になる方、では他のご質問になる方、中山さん。琉球新報の中山です。普天間問題について伺います。今朝の、官房長官の会見で官房長官が8月末に発表された専門家会議の検討結果はオスプレイの配備を前提に検討結果が出されているものだというふうにおっしゃったんですけれども、公表された報告書はオスプレイについては特に明記されていないと思うんですけれども、何をもって官房長官はそういうふうな前提に検討したものだというふうに認識しているのかということと、また大臣も同様の考えなのかということを。その官房長官の会見は私も承知しておりますけれども、ちょっとよく事実関係について分かりませんので、官房長官によく問い合わせてみたいというふうに思います。別にオスプレイが前提になって専門家同士が議論したというふうには必ずしも思っておりません。じゃあ引き続き、じゃあ中山さん。今のに関連してですけど、同じ会見で、それでもしオスプレイが配備されるとなったら、その追加アセスの必要性が焦点になってくると思うんですけれども、そのアセスの必要性についても官房長官はその追加アセスをすることでアセスの日程がずれ込むという認識は持っていないというふうにお答えにもなってます。これは追加アセスは必要ないというふうにも理解できるんですけれども、そこら辺も政府内で見解は一致統一されているのでしょうか。官房長官がその追加アセスがいらないとまで言ったかどうかですね、そういうふうには私必ずしも受け取っていないんですけれども、
いずれにしても、面積、埋め立ての面積とか滑走路の長さの変化とかそういう基準でいうと、その一定の基準の中に枠の中に入ってくる可能性があるんですね。追加的なアセスが必要でないという、しかしまあこれはそのアセスそのものだけではなくて、騒音とか危険性とかですね、そういう問題も当然伴うわけですので、アセスかどうかをどうするかということは別にして、そういったことについて、きちんとじゃあ具体的にどういう飛行経路になってその時に騒音がどのぐらいになるのかということについてはですね、それはしっかりと事実関係を明らかにすると、もしオスプレイがちゃんと配備されるということになってどのぐらいのタイミングで何機入るかによってこれ変わってくると思いますが、そういうことがはっきり決まってきたところでですね、そういうことについて調査を行って、これはアセスの調査とはちょっと違う意味で申し上げてますが、調査を行ってですね、そして地元にも当然説明しなければいけなくなると、そういうふうに思っております。関連してご質問のある方、はい、山内さん。すいません、日経新聞の山内です。天満で関連してお伺いします。先日の名護市長選で結果について、受け入れ反対を掲げる知事のですね、知事派の方が市長派、市長派が勝利する結果になりました。これについて菅政権についてとっても普天間問題が最大の外交課題の一つになると引き続きなると思いますが、今後の何に対して優先順位をつけて取り組んでいくのか、お願いします。市議会議員選挙の結果はそれは名護の皆さんの民意ですから、それは重く受け止めなければいけないというふうに思います。しかし具体的な説明というのはまだこれからであります。理解を求める努力というのはまだこれからでありますので、それは粘り強くしっかりと行っていきたいというふうに思います。関連してご質問のある方、で他のご質問のある方、ご質問よろしいですか。日賀さん。共同通信の日賀です。本日、米国のボズワースさんが外務省にいらして、アジア大洋州局長と会談をされています。ご承知の範囲で結構ですので、その会談の、目的意義と、それから日本政府の立場を改めてお願いします。まだ私、会談の結果確認しておりませんので、その時申し上げることはありません。やがて報告が上がってくるというふうに思います。ただ日米韓3カ国の間で今関与方に開きがあるわけではありませんので、新しい話が出るというよりは、最近の北朝鮮の動き、例えば中国に行った件とかですね、それから予定される大会の見通しとかですね、そういうことについていろいろ有益なお話が伺えるんじゃないかなというふうに思っております。関連したご質問のある方で、他のご質問のある方、はい、秋山さん。すいません、テレビ東京の秋山です。ごめんなさい、尖閣諸島の質問、問題なんですけれども、先ほど大臣、そのビデオがあるというふうにおっしゃっていて、現時点では公開できないというふうにおっしゃっていましたけれども、この理由をまた教えてください。これは外務省が持っているわけではなくて、海上保安庁が持っているものですが、当然これから、裁判において、使用されるということになれば、それは公開ということには直ちにはならないということです。訴訟の際の、証拠資料になるわけですから。他のご質問のある方、
ご質問よろしいですか。ただまあそのへっこみ具合見たら誰が見ても明らかだと私は思うんですけどね、まあ、横がへっこんでてなぜ追突して横がへっこむっていうのはどういう場合なのかちょっと私はよく想像できないんですが、後ろもそうですよね、それが追突されたというんであって追突したじゃないでしょうね。他にご質問ございますか。よろしいですか。よろしいですか。はい、では以上で記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。